にちは。漢方薬剤師の中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はいはい、慢性腎炎を治す漢方薬ってありますか？慢性腎炎ね、結構うちのお客さんに慢性腎炎とかで漢方相談が来る人が多いんだよね。でもなんか慢性腎炎をこう、治す漢方薬っていうのはないし、病院さんでも非常にやっぱりどういうふうに対処していくかっていうね、要はなんか腎臓だから、あるいはろ過をするところなんだよね。だから肉とかそういったものをあまり食べずに減らして低タンパクにした方がいいとか、野菜中心にしたらいいとか、結構高いんだけど腎臓病食とかいうのかな、低カリウムとかなんかそういったものがあって、それ結構高いんで結構みんな負担になってると思うもんね。で、慢性腎炎の患者さんって、やっぱりこう基本的に治んないから、なんで、それが悪化して、クレアチニンっていう数値が上がって、人工透析の方まで行っちゃう人が多いんだよね。で、慢性腎炎の患者さんでもそのクレアチニンが1とか2とかね、そんなのはね、全然平気なんだけど、だいたい4クレアチニンっていう数値がね、4を超えてきたらザーッと上がっていくんよね。でもクレアチニンが7になったらもう、もう透析準備をしてここにカテーテルみたいなの入れられるんだけど、でそういうのを入れられてもう透析をしなくちゃいけないってみんなこうやっぱり恐怖になっちゃうんだよね。それで人工透析すると絶対週に3回ね、だいたい4時間ずつ、ある意味透析病患者に送る腎臓内科に本人につながれて、透析の中でこうずっと4時間しとかなくちゃいけないから、結構大変だし、旅行も行けなくなっちゃうし、非常にきついんだけど、でもうちで僕はいつも患者さんに言ってるのは、例えば3とか4となっても腎臓っていうのはもともとさっき言った血液をろ過するところだから、血液をいつもサラサラにしとったらいいんじゃないって。それは悪化する前にっていうことですね。そうそう、クレアチニンの数値がガーッと上がる前に、大体ね2か3ぐらいでこう食い止めとくっていう形をこうやっとけば、その数値でずっといけばね、透析なんかしなくて大丈夫ってなるし、ここでさっき言った漢方薬っていうのもあって、たまによその薬局、漢方薬局さんとかからね、大体五社腎気丸とか八味腎陽丸が腎虚だから腎にいいって言うんだけど、それで改善したっていう人がなかなかこう見えなくて、それでうちに問い合わせ来るんだけど、その時に僕がするのは血液を浄化してあげるような漢方、あと血液がこうサラサラになっていくような漢方、例えば何がありますか？例えばね、代表的なのはね、電子チニンジンとか花もそうだし、例えば高麗人参なんかもそうかもしれない、ちょっと腎臓病の患者さんの話はいっぱいあるんだけど、そういうふうに慢性腎炎って言っても怖がらずにうまく上手に対処していくことができたら、漢方薬というカテゴリーじゃないけど、血液を浄化していく処方という形をこううまく取っていけば、僕はそんなに怖くないと思ってます。漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。